はい、どうもパーカーです。今回なんですけれども、晩ご飯にですねチーズカツを作ろうかなというふうに思ってるんですけれども、だとんかつでも串カツでもね、コロッケでも何でもいいんですけど、まあそんなからね選ばれるのはとんかつでした。それじゃあね、今から下準備をしていくんですけれども、あえてねこのまな板にラップをかけることによって最終的に洗うのが楽になるっていうね、2枚の豚肉に対してもうチーズをね半分っていうふうにね、そんなもってね、これとろけるチーズじゃなくて、ね、普通のチーズらしいですね。とろけるチーズだと油が高温すぎてね、とろけちゃいすぎるので、今回は普通のやつでやるっていうふうに書いてありました。これね、肉からチーズはみ出しちゃうと、揚げるときにね、周りに外にチーズが出てしまうから、意外と中にちゃんと入れた方がいいのかもしれないですね。これやり直しだ。はい、こんな感じでね、肉をチーズで巻けたら、あとはね、揚げる準備をするだけです。ここにもったいない、ちょっと肉が折った。あとは表面につける衣をね、作っていく作業をします。よいしょ。卵1個いるらしいです。ほんまにこれ1個もいるのかなと思ってちょっともったいない気もするんですけど、もうこうやったら元に戻れません。こんな感じで卵混ぜれたらですね、次は小麦粉っていうのかな。まずいまずい。ちょっと水をね、これどんくらい入れるか俺もわからないんですけど、こうやってね、とりあえずこんくらい入れたらいいでしょう。そしたらあとここにマヨネーズを入れたら美味しいみたいなの書いてあったから、今から実践しようと思うんですけれども、本当にそんなことしていいのかどうか、ちょっとね、不安なんですが、まあもうこれはね、やるしかないです。よいしょ。これで味付けがね、多分ちょっと楽に。あとパン粉もいるんで、ここにね、パン粉をちょっと置いとくんですけれども、これね、パン粉ってさ、全然ね、小分けで売ってくれないんですよ。少なくしすぎたらね、多分単価が低すぎて、全然商売にならないから、こんなね、大量買いさせられるっていうね、本当良くないところです、資本主義の。はい、それじゃあね、いよいよ最終工程の揚げるっていうやつに行きたいんですけれども、これ使います。体に脂肪がつきにくいっていうね、夢のような油をね、ここにドリームしていきます。よいしょ。でここに2つのプールがあるんで、まずはねこっちにつけてから、パン粉はもうほんとおまけ程度にねやるんで、衣が分厚すぎるなんかやつってあるじゃないですか。僕あれ嫌いなんで、薄いめの衣でちょっといきたいと思います。これ結構適当に作った液体なんですけども、思った以上にうまくいってますね、これ。はい、もう役者は揃ったということで、あとはこの油がね温度高くなるまでちょっと火にかけて水だけですね。よし。パン粉がちょっとしなりつつあるんですけれども、まあカラッと揚げれば復活するんでしょう、これは。それじゃあいよいよ揚げ物に適した温度にね、なってきた感じがするんで、これをね、投入していきたいと思います。問題はね、4つ全部これ一気に入れれるかどうかっていうところにあるんですけれども、まあ大丈夫でしょう。よし。OK。ちょっと油さすがにこれ少なすぎるかな。なんかね、全部パン粉が吸収してしまってなくなってしまいそうな感じをするんですけれども、もう、ここからね、油を足すっていうことは多分できないと思うんで、これはもう最初のね、少なさを悔やむばかりです。あ、やっぱりちょっと、油なくなってきたぞ、これ。さすがにこれまずいか。どうしよう。ちょっと追加でね、やっていきます。うん。脂肪がつく。よし。これでなんとか耐えてくれ。ちょっと、とんでもない、最悪な多分揚げ物のやり方だと思うんですけど。うん。何分くらい揚げるとかね、これ全くわかんないんですけど、あ、衣が剥がれよった、こいつ。それじゃあね、今から食べようかなっていうふうに思います。いただきます。なんか食べてないの、あんまりまだあんま食べてない。ちょうどよかった。結構思ったよりなんか大量にできてしまった。とんかつのチーズ入りバージョン。チーズ、うん、めっちゃ凝ってるやんね。うん。一回とんかつ作ったからさ、そうなの、うん、同じのしても知らないなと思ってチーズ入れてみた。あ、それとんかつソースあったね。なかなかね、肉が柔らかくて、ね、美味しいです。結構ね、揚げすぎたかなと思ったんですけど、なんなら揚げ足りないくらいね、な感じで、揚げ足りないって言ったらちょっと生でやばそうな感じがするんですけど、そういうことでもないんですが、うん、ちょうどね、絶妙な感じのやつでしたけど、うん、汚れちゃった。だから最近から口内できたらって今ちょっと薬なんか貼ってるらしいんですけど、うん、どんどん僕が食べちゃいます先に。とんかつでバイトしてないんだっけ、昔してたな。今思い出した、夏になったな、いろいろ時間できるから、うん、レオの音楽のやつもいい感じで進められるかもしれない。最終目標は一人暮らしだから、うん、一刻も早く一刻も早くこの暮らしをさらに脱出できた、うん、いい意味で、うん、チーズが思った以上に溶けて全然少なくなっちゃってる。これ何チーズ？とろけないチーズ。なんどうやって切って？半分に切って、うん、詳しくは動画見て作り方。地味いいけど。
自分の出てる動画ってさ、見れる？自分の声キモない？わかるわ、それ。びっくりしたもん。小学校の学芸会みたいなんで、演劇みたいになって、うん、それ声聞いた時、俺ドン引きしたもん。俺も小学校の野球の声出してる時の声とか、何やってんのな、あれ、あの現象は。聞いたもん、俺、クラスの人に。俺こんな声なんて、で、そうやでって言われて。俺も兄弟さんに聞いたから、俺の声変ちゃう。なんで、久々にメッシュを美味しいと思ってたけど、こうな縁がいたし。あ、最近ね、食欲が減ったし。よかった。うん。ごちそうさまでした。まあ、うまかった。うまかった。うん、上位ちゃう。だそうです。はい、それじゃあね、チーズカツ初めて作ったんですけど、結構ね、美味しかったですね。食べ過ぎてね、ちょっと寝れないぐらいね、食べちゃったんですけど、まあね、ここからゆっくりしようと思います。それではご注意ありがとうございました。さよなら。